芸能人のパパ力を一斉調査、パパジャニベスト。桐山くんは2連続トップを目指し、えりすぐりの料理自慢パパと対決したよ。ちょっとなんかアキトに当ててきてない？当ててる。あのね、料理人なんよ、もう言ったら。全員俺のイメージか。そうやんな、もう3人とも経験者ってことね。激戦区よ、これ。俺これで1位やったらレシピ本出すわ。出してくれ、出してや。今回のパパ力検定、お題は卵5個使ったアレンジ料理。頼むぞ。今日は満点取りたいんだよな。前回そうやんな。そこ狙ってます。狙おう。スープ用のキノコはこれでいけるかな。何何？おお、いや、これすげえな、マジで。絶対褒めてもらえてる。褒めてるよ。いい音。今絶対褒めてもらえてる。まな板のトントンの音好き。それいい。すごい、素晴らしい。好き。それをゴミ箱の上でやるっていうのもいい。そう。ね、あそこで、うん、もう二度手間にならないから、段取りがすごくいいね。学校で内申点高いタイプの。あっ、すごいな。褒めてもらえてる。なんであんたこんなできる包丁。華麗な包丁さばきを見せる桐山くんですが、小皿小皿、はい、お玉でやらない、小皿、うん、はいはい、まあ、小皿使って洗うから許す、うん、洗ったから許す。果たして桐山くんは意気込み通り満点を獲得することができるのか、お楽しみに。